皆さんこんにちは、本日はスイングが縦振りになってしまう方、この縦振りスイングになってしまう方に向けての練習ドリルをご紹介します。縦振りスイングになってしまうとなぜダメなのかと言いますと、縦振りスイングというのはインパクトゾーンが、限りなく綺麗に当たるポジションが少なくなってきます。縦振りに振るということはこのように上に振り上げてしまうスイングになってしまうため、トップダフりというのが、発生してしまう確率が高いです。まずご自分のフィニッシュの形をチェックしてください。このポジションでシャフトラインが耳を貫く位置よりもヘッドが下に落ちている方、またお尻に当たってしまったなど、はもう完全に縦振りになってしまいます。このように縦で手だけで振ってしまうと、このようにシャフトラインが縦に入ってきます。このようになっている方は今日の練習ドリルをぜひ試すようにしてください。縦振りになってしまう方というのはフォローの動きで手ですくい打とうとしてしまうので、今回はインパクトでヘッドを出さないように止めていきます。実際止める意識でもヘッドは前に出てしまうんですけども、それで大丈夫です。インパクトで止めるという意識で練習をしていきます。それでは一度打ってみます。インパクトで止める意識でもどうしてもスピードがあるので、ここまでクラブは振られていきます。それではもう一度打ってみます。このように今私はインパクトでヘッドを止めようという意識で打ってみます。このように打つことでヘッドを上にかち上げようというスイングはなくなってきます。止めようとすることで手の動きが止まりますので、ヘッドがここから遠心力で前に加速しようとします。そのようになることでフォローのラインは正しいフォローが作られるようになります。このように手だけで振ろうとしてしまうと縦振りスイングになってしまいます。このポイントを押さえながら今のインパクトで止めるという意識を持って練習をしてみてください。これで実際にフォローのラインが変わってきたら、そのまま体をさらに捻転していけば、フィニッシュまで正しい形で振ることができるようになります。以上で本日のレッスンを終わります。